はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日は全国のラーメン屋さんのデータを見てみたいと思います。ラーメンデータベースというところからですね、全国、各地のラーメン屋さんの情報を仕入れてきました。どんなデータかっていうのをちょっと見てみたいと思いますが、45,981件分のラーメン屋さんのデータとなってまして、こんな感じですね。ランキングとか店名とか住所、あとは、採点などが載ってますね。これで見ると一番点が高いのが、ラーメン飯田商店というんですかね、湯河原本店というところで、99.7 点というような感じになってるみたいですね。はい。都道府県別でですね、この件数を見てみたいと思いますが、東京都、神奈川、埼玉、千葉、大阪の順に、店が多いようですね。東京都が12,211件あるので、5件に1件ぐらいは東京都のお店なんだろうと思いますね。はい。逆にですね、件数が一番少ない県見てみると、香川、長崎、鳥取あたりですね。香川県はうどんで有名なので、うどんに侵食されてラーメン店は少ないのかもしれないですね。長崎は、ちゃんぽんに取られてしまい、ラーメン屋が生き残れないのかどうか分かりませんが、ラーメンデータベースには、これしか登録されていないよということになっています。はい。もう少しですね、都道府県別で見ていきたいと思いますが、こちらはですね、平均点とか最高点、最低点を県別で取ったものです。これでいくと平均点が一番高いのは埼玉県ですね。73.3 になってますね。一番、点が高いのは98で、一番低いのは43ぐらいと。で、次いで東京ですね、73.0。ここら辺のポイントは誤差みたいなもんだと思いますが、東京都は最高点もすごい高いと、最低点もすごい低いということになっていますね。はい。埼玉、東京、茨城、栃木、神奈川、千葉、群馬の順で、平均点が高いということで、ほぼほぼ関東圏ですね。関東の県の平均が非常に高いということで、関東はラーメン激戦区なんでしょうね。非常にラーメンの出来がいい店が多いんだろうと思います。次いで京都、大阪、愛知というですね、感じになってますね。京都とか大阪も、ラーメンで有名なお店が結構たくさんあるんだろうということになるんだろうと思います。逆にですね、平均点が一番低いところも見てみたいと思いますが、島根、鹿児島、宮崎の順で、平均点が悪いという感じになってますね。悪いと言ってもそんなに変わんないんですけども、島根のご当地ラーメンって自分はあまり聞いたことがないので、そういったラーメンに対する意識っていうのは、島根はあんまりないのかもしれないですね。鹿児島は割と鹿児島のラーメンはあると思いますが、平均点はそんなに高くないよという感じになってます。はい。じゃあこの全体の分布を見てみたいと思いますが、これで見るとですね、100点満点だとして、60点ちょっとぐらいのところ、65点ぐらいのところにすごくですね、偏っちゃっていますね。14,000件ぐらいがこんな感じで出ちゃってます。通常こういったデータを取ると正規分布になるだろうということを予想していたんですが、そんな綺麗な分布にはなっていないようですね。はい。これで見るとですね、やや、ロングテール型、100点付近はめちゃめちゃ少なくて、そこからですね、60点ぐらいに向かって少しずつ、増えていく感じの分布ですが、ちょっといびつすぎるので、もしかするとこの65点ぐらいのところは初期のですね、点数そのまんまで変えられていないような、採点がされてないようなものなのかもしれません。はい。こんな感じでですね、ぐちょぐちょな分布になるのはちょっと、この
採点自体がですね、そこまで、気にする必要がないデータなのかもしれません。はい、ではですね、10点満点にした時の文法を見てみると、やはりかなりいびつな感じですね。この60点付近のところがちょっと多すぎるということで、やや正規分布からはかけ離れた分布になってしまっているのがちょっと残念な感じになってます。ここら辺のデータがまあ綺麗になれば、かなり信用のおけるデータになってくるだろうというところを期待したいところですね。はい、最後ですね、都道府県別の、点数、10点満点採点でいくと、まあ、やはり東京は、件数も多く、良い採点がされているお店も非常に多いですね。300件近くありますね。これ行くだけでも、かなり大変だとは思いますが、東京都は、当然、まあ、下辺の方ですね。この下辺の1件、10点台の1件というのが非常に気になるところですね。1万件中の最低点を叩き出したその、お店というのが非常に気になるところです。はい、とまあこんな感じでですね、点数の方も調べてみましたが、ここからが本題ですね。ラーメン屋に使われている漢字ベスト10というのを集計してみたいと思います。はい、ラーメン屋さんのですね、先ほどのデータベースから引っ張ってきたラーメン店の名前の方ですね、そいつのうちですね、ひらがなとかカタカナとか、アルファベット記号のようなものを抜き出して、まあ、抜いてですね、漢字だけ、その漢字1文字でですね、ラーメン屋によく使われている漢字は何であるのかというのをちょっと調べていきたいと思います。はい、こちらのコードはですね、まあ、ひらがなとかカタカナを、生成して、まあ後でですね、取り除くために使ってます。ラーメン用のデータベースのデータファイルから引っ張ってきてですね、集計を行いますと。はい、ということで集計ができましたので、まあ上の方から見ていきたいと思います。はい、こんな感じになりましたということで、ラーメン屋によく使われている漢字トップ10を見ていきたいと思いますが、こんな結果になりました。何々店ですね、店、まあおそらくこのラーメンデータベースは、チェーン店のですね、何々店っていうのが非常に多く含まれているんだろうと予測します。そうするとまあなんたら本店とかですね、何々店みたいな感じでお店っていうのが、まあ、入っちゃうんだろうですね。はい、続いて麺ですね。おそらく麺や何々とかラーメンとかの麺が、漢字として使われているのが多いんだろうと思います。はい、3位が矢ですね。はい、まあ麺や武蔵とかの矢でした。で、中華家食大道元という感じで、よく使われている漢字が続いています。はい、ここら辺がトップ10でした。トップ10以降も見ていきたいと思いますが、11位から20位が、理科、太一、山手、川、東湖、県となっていました。はい、だいたい、2000件から、1000件ぐらい使われているという感じですね。21位から30位が、浜見どころ、町流、横新楽、福店となってますね。はい、だいたい1000件ぐらい使われているんですね。はい、続いて31位からですが、国、来る、三、大井、の、日、北、大、高い、飯ですね。なんとか飯店とかの飯ですね。まあここら辺も、1000件弱使われてるやつですね。はい、で最後41位から50位までですが、前、門、古、駅、八、長い、まあ、餃子の行に、海、口王となっていました。まあここら辺の漢字っていうのがラーメン屋さんではよく使われる漢字ということになります。まあだいたいラーメン屋さんだとここら辺の漢字はなんか見たことあるなっていうような漢字ばっかりですね。なんとか飯店とか
麺屋なんたらとかですね、中華南店とかですね、まあ、そんな感じでしょうね。一風堂とかの一ですね、はい。そんな感じでよく使われる漢字はまあこんな感じになってますが、逆にですね、1回しか使われてない漢字っていうのも調べてみました。1回しか使われてないやつですね、だいたい611ありますが、変な記号も含まれてたのでだいたい600ぐらいだと思います。はい。こんな感じの漢字が1回しか出てこないやつですね。燃えるとか遅いとか読めますけども、何かしらですね、読むことができない、一般的にあんまり使われない漢字がちょっと多いですね。ここら辺になってくると読むのもきついし、調べるときにこう打ち込むのもきついから、そのラーメン屋探すのめちゃめちゃなんか大変そうな気がするので、ラーメン屋でこういう名前とか漢字使っちゃうとですね、探せられなくてあんまり、お客さん来ないんじゃないかってちょっと危惧しちゃいますね。これからラーメン屋さんをですね、新しく始めたい方はこういう漢字はなんか使わない方がいいんじゃないかと予測します。逆にですね、こういうよく使われる漢字を使った方がなんかラーメン屋っぽくてよく、検索もですね読みやすいからされるんじゃないかと思うので、ラーメン屋を開く方はですね、まあ、こういう漢字をですね、参考にしてみてはいかがでしょうかということで、今回ですねラーメンデータベースの方からですね、ラーメンのデータを引っ張ってきまして、いろいろ調べてみました。本日はここまでです。それでは。